Morning Jam。 3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品プレゼント。はい、今週は中間市蓮華寺にある斉藤和料理斉藤の斉藤流自宅で本格ニッションの炊き込みご飯牛飯鯛飯プレゼント。はい、で12月9日はいよいよこのモーニングジャム聴けるおもろい家族本 CD 付きシリーズ6冊目スゴロクを出版いたします。はい、12月の11日はね、県内3カ所の本屋さんでサイン会ということですけれども、サイン会のなんだかんだについてはですね、明日いよいよ発表できそうだっていうことなんで、うん、どうぞ楽しみに待っておいてくださいね。はい、とにかく12月の9日本を出版して、はい、でこの本はね、本屋さんだけじゃないですよ、うどんのウエストでも買えるっていうことで、いよいよ来週の月曜日からウエストで冬のうどん祭り開催いたします。はい、まあ、その話もねちょっと時間がないのでどんな番組なんだよと。忙しいですから本当穴爪くんとサッカーの話もしなきゃいけないねえ穴爪くんがさっきねずっとサッカーの話と、うん、そうなんですよ、骨情報の時間、ゲームでウィーレが好きだっていうねさあそれではね、今日のおもろい家族まずはこれからいきましょうか。男性の方、信也さんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。夜は冷えますね。はい、おでんの美味しい季節、おでんを食べるたびに思い出す話、うん、あれは私が小学校高学年の時、当時通っていたスイミングスクールでお楽しみ会的な行事でもみじを見に行きました。いつもは水の中にいる仲間と陸地でサッカーや鬼ごっこしたり、まあ、スイミングスクールですからね、はい、帰る前に今で言う道の駅みたいなところでお土産を買う時間も設けられてて、何がいいかなと思いながらポキより少し分厚い箱を手に取って、あ、羊羹だ、よしこれだと思って帰った私。帰ってからお母さん、じいちゃん、ばあちゃん、お土産に羊羹買ってきたよと買って帰ったお土産を見せました。じゃあ神様に備えてから切ろうかねと、母と祖母が台所に、そして聞こえてくる笑い声、台所から戻ってきた母からの信じられない一言、あんたこれ羊羹じゃなくてこんにゃく買ってきとうよそうですか。25年番組やってて初めてです。そうです、私が羊羹だと思い込んでいたお土産は箱の中に入ったこんにゃくだったんです。買って帰ったこんにゃくはその後無事煮物になりました。今でもおでんを食べるためこんにゃくをね、こんにゃく食べながらあーって思ういい話ですね切り箱かなんかに入っとったんでしょね、高級なちょっとこんにゃくだったんですね。そういうことなんだろうな、すごいよ。いや面白いねこれはあんまり聞かない話だな、ね、はい、さあそれからね、これもいきましょうか。女性の方、香里さんですね。私と母の話、当時東京に住んでて初めて子供を出産するんで北九州の実家に里帰り、生まれてきた子供を連れて実家に帰りました。退院し、母は身の回りのお世話、それから息子をお風呂に入れてくれたりとのんびりと過ごしていた日のこと、その日の朝、私は洗濯物を干してて、母がちょっと郵便局と用事してくるから1時間半ぐらいで戻ると思う、はーい、洗濯物を干してる私のところに来て、そして出かけていきました。干し終えた私がリビングに戻ろうとすると、開かない、あ再度もう一回開けようとするけれども、あー、ガラス扉、鍵がかかっている。洗濯干し場はリビングと並行し、小屋のような囲いがある8畳ほどの広さで、鍵付きのガラス扉が1枚あって、そこに鍵がかけられてしまった。物干し場から庭に出られるのでやったと思って玄関に回って扉を開けようとしたんですが、
丁目な母はしっかり玄関の鍵も閉めて出かけて行っておりました。その時いつも身につけている携帯と思い出して後ろのポケットを触るけれどもない。あ、庭からもガラス越しにリビングが見渡せるので急いで覗くと、こんな時に限ってテーブルの上に私の携帯、もちろんリビングの鍵も当然かけられてて、後から飲もうと楽しみにしていたコーヒーは美味しそうに湯気が立っている、息子はソファーで寝ている、まだ生まれたばっかりだったんで寝返りを打たないからこっちは安心、安心したのもつかの間、息子はまだ泣いてないけどいつ泣くか分かんない、全部鍵が閉まっている、リビングの時計を探すも見当たらず、それに追い回されると思わず、それに追い出されると思わず洗濯物干すだけだからと2月の寒い中で薄着、気を取り直して悶々と考えていると母の車が見えて、こんなに早く帰ってきた、一目散に母の車に走って、鍵いいから鍵、母は私に何か訴えようとしているように見えましたが、そんなの無視して玄関の扉を開けました。すやすやとソファーの上で眠る息子を見て、何事もなくてよかったなと思いました。なぜ思っていたより母が早く帰ってきたのか、郵便局に行って用事を済ませ、車を出した時パーキングの駐車バーに気づかずぶつけてしまってショックのあまり、その後の用事も忘れてすぐ帰ってきた。私は初めての子供が締め出しを食らって心配で泣きそう、母は新車をぶつけてへこみまくり、散々な日でした。その後母に鍵をかけないように注意しながら、私は携帯を肌身離さず持ち歩くようになりました。その時の息子ももう4歳、おっちょこちょいな母とのんびり屋の私の話をいつか息子にしてあげたいと思います。ねえ、大変でした ね習慣でかけちゃったんでしょうね。そういうことなんだろうな。おもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャム。